三中心二電子結合とは、電子不足な化合物に現れる化学結合の様式の一つで、三個の原子が二個の電子を共有しながら結びついている状態である。3C-2E と略記される。三中心結合の考え方では、三個の原子が、それぞれ一個ずつ原子軌道を与え、三個の分子軌道、つまり結合性軌道と非結合性軌道と、 半結合性軌道を形成する。二個の電子が、その結合性軌道へ入ると、三個の原子を結びつける、結合力を生み出す。多くの場合、結合性軌道は三個の原子に均等に配置するのではなく、二個の原子の上に偏っている。また、三個の原子の並びは、バナナのように曲がっており、バナナが多結合と称される。ジボランの分子構造。 中央の2個の水素は、それぞれが隣の2個の項素と3中心に電子結合を作っている。3中心に電子結合は、ジボランなど様々な項素化合物に見られる。ボランは単独では、オクテット速を満たさず、不安定である。それを解消するために3中心に電子結合を作りながら2量化し、ジボランとなる。ジボランの6個の水素のうち両端の4個は、 通常の2中心に電子結合により、頬素と BH 結合を作っており、残りの2個が3中心に電子結合により、頬素間を加強している。同様の結合様式は、トリメチルアルミニウム酸にも見られる。この化合物では、メチル元が加強した ALC、a l 酸中心に、電子結合を作りに両体 AL26 を与える。カルボカチオンを中心とする調教薬において、 三中心に電子結合の寄与を考えることができる。また、カルボカチオン型の転移反応では、その繊維状態に三中心に電子結合が現れる。その安定化効果は転移反応を円滑に進める要因となっている。ノルボルニルカチオンなどの非古典的カルボカチオンは、三個の炭素が二個の電子を介して結びつく三中心に電子結合で説明される。 プロトン化水素分子では3個の陽子と2個の電子の間で3中心に電子結合が働いている。ありがとうございます。